こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、離婚というテーマでちょっとお話しましょうか。私の体験なんですけども、実際に結婚した後に離婚したことは私はないんですけども、今回はね、離婚という言葉で3つの別れについてちょっとお話しようかと思います。1つ目は、私はネットビジネスを始めるときに自分の所有している店舗とお別れしました。まあ店が潰れたわけなんですよね。インターネットビジネスを集中するがあまり店に意識がかけられなくなって店は潰れたんですよ。でもネットビジネスをその代わり自分のものにしました。アフィリエイトでね、月収100万200万という道を私は手にして、たった一人で稼ぐようなことができるようになったわけなんですよ。でもお店をね、手放す、社員さんと別れる、これはね結構辛かったです。でもそれと引き換えに得たものっていうのはあまりある分野でしたね。今の私の生活があるのもやっぱり別れたこと、お店と離婚した、社員と離婚したからだと思うんですね。2つ目なんですけども、アフィリエイトで月間で18ヶ月連続でですね、18ヶ月連続で私はね、月収200万から300万の間ずっと行ってたんですよ。アフィリエイトランクもずっとトップ5です。トップ10とかね、トップ5ですね。だから日本屈指のアフィリエイターになったわけなんですよ。しかしですね、このアフィリエイトとも別れる日が来ました。2017年です。2017年、私はですね、全勢力を振り向けて、FX に特化したんですよ。 FX 以外は全く何もしなかった1年と言ってもいいです。その代わりアフィリエイト、月収200万から300万のアフィリエイトも手放しました。全くアフィリエイトやってません。その時に遺伝子レベルで分かれるっていうのはね、吉谷さん言われてましたけども、私はですね、全てのアカウントを抹消したんですよ。アフィリエイトの、どうですか、アフィリエイトってほっとけば収入入るんですよ。でもそれをあえて私はね、退路を断つ意味で全てのアカウントを抹消して、ブログからの収入をまあできる限りね、なくしたわけなんですよ。できる限りっていうのはアカウント不明なやつもあるんですよ。まあなんせ1万4000サイトも作ったんで、全部をもう一回ね、アクセスして切っていくっていうのは難しいですから、まあある措置を講じてですね、大部分のアカウントが無効になるようにしたんですよ。で、今アフィリエイト収入はほとんどありません。ほとんどないんですけど、まあね、数万から十数万あるっていう形にはやっぱなってるんですけども、うん、どうしてもね。ただアフィリエイトともお別れしました。その結果得たのは、 FX で1年間1回も勝てなかったということなんですよね。美談ではないですね。だからこそ2年目はもうちょっと力を入れたんですよ。2年目には年間で400万ぐらい勝てるようになりました。そして3年目では800万ぐらいです。どうですか、もうちょっとで元取れそうですよね。そうなんですよ。今が4年目なんで、今年ですね、アフィリエイトで2000万ぐらい稼げるようになったら、アフィリエイトじゃない、 FX で2000万ぐらい稼げるようになったら、アフィリエイトを手放した価値は十分にあったのかなと思います。こういうふうにね、一つ一つ分かれていったっていうことの2つ目の例がアフィリエイトとの別れです。じゃあ3つ目は何でしょうか。私はですね、今結婚してる奥さんとお付き合いする初日に、それまでお付き合いしていた5人の女性と彼女の目の前で電話をして全員と別れたんですよ。で、これがね、やっぱり決断と言いますかね、一点手術することを決めたら、それ以外のものは全部ね、お荷物で邪魔に見えてくるんですよね。邪魔に見えないといけないんですよ。もしかしたらこっちにチャンスがあるかもっていうふうなね、浮気心がある以上、離婚はきっちりできません。だから自分の人生はたった一度きり、たった一通りしかないんですよ。じゃあその一通りに集中するためには、他の架空の人生ってのは消していかないといけないんですよね。全て、まあ、幻だと思わなくちゃいけません。まさにね、イリュージョンなんですよ。自分のリアルな人生以外は全部イリュージョン、夢なんですよ、まあ、ですんでね、イリュージョンツアーってありましたね、吉谷さん。まさにイリュージョンなんですよ。あなたの人生は今イリュージョンを送ってるんですか、それとも今の人生をイリュージョンにして本当の自分のリアルな人生をつかみに行くんですか。そのキーワードはきちんと別れるってことにあるんですよ。さあ別れていきましょう。もうあなたがね、目指す一通りの人生以外は全部夢なんですよ。そういう幻想に振り回されて、そしてリアルなね、人生をなくさないようにしていただきたいと思います。ですんでね、一個ですよ、一個を集中的にやってください。もうね、なんかと掛け持ちとかね、そんな力量あなたにありません。一個に集中してもうまくいくかどうかわからないぐらい、もう切羽詰まっていかないといけないと思います。こう言ったらあれですけど、私ですら全てを捨てて一個にしてるわけなんですよ。そしてその一個がうまくいったから、その一個を捨てて次の一個行くわけなんですよ。こうやって全ての分野をマスターしてきたと。まあ厳しい道ですよ、うん、まあ一点集中できない人っていうのは、まあね、その他大勢になっちゃうでしょうね。一点集中できる人の中で一部の人が成功するということだと私は思いますけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。今ね、掛け持ちでやってるものがあったとしたら、早く手放した方がいいですよ。もうね、悲しいですけども、悔しいですけども、あなたが成功してから、そう言って手放したものをまた迎えに行けばいいんですよ。ということで今日の放送終わります。